ルンルンです。石橋です。あつかいちサンブレイズです。はい、今日は球場周りの挨拶周りを最近しているんですが、はい、その様子を動画にしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、そしてその声でも登場していただいてますが、インタビューは石橋総監督にやってもらいます。何を言うていいかわからないんじゃけど小春ちゃん任したわ。はい、頑張ります。はい、でちなみになんですけど、じゃじゃーん、なんとサンブレイズのホームグラウンドにサンブレイズの自販機が登場しました。イエーイ。すごいかっこいいですねこれね。はい、で私いつもこのスマホでピッてやって買ってます。あ、貢献してくれてますねぜひ皆さんも球場に来た時は買ってください。はい、ありがとうございます。はい、小春ちゃん練習ご苦労さん。あ、お疲れ様です。で、今からどうするんですか？いつもその練習終わった後に、うん、この球場周りの方にご挨拶に行きます。行きますか？はい、で、はい、今日の練習は L 字からこうトスしてもらってそれをバン打ち返す練習しました。 ティーバッティングの練習ね。はい、はい、ご苦労さんです。はい、ありがとうございます。それでは行くぞ。はい、行ってらっしゃい。はい、小春ちゃん今から挨拶回りですね。あ、はい、はい、挨拶回りではこういう挨拶文、挨拶状と、あとお菓子で、最後にこのチャンネル登録とか SNS のフォローお願いしますっていうのを一件一件、はい、あの、もう直接声かけて挨拶してます。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、行ってきます。どうでした？行きました？はい、もらってくれました。なんかあの、ここのもともと佐川急便のグランドだったんですけど、うん、でその佐川のこ人たちや、あの、他の少年野球が扱っている時は賑やかで楽しかったって言ってもらえて、でもうその佐賀の方たちが立ち退いて、はい、なんか寂しくなってたんですけど、うん、でまたあそこをサンブレイズが使用することになるって伝えたら、うん、とても喜んでくださったので、あ、じゃあ良かったですね。はい、なんかこれから地域の方々と、なんかコロナも終わったらいろいろ祭りとかできたらいいなって思います。そうですね。はい、はい、お疲れ様です。じゃあ引き続き頑張ってください。頑張ります。はい、動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録といいねボタンで応援のほどよろしくお願いします。